くでもない。これはどう当てたでしょうか。じゃん。イカかにクジラ、タコ、イルカは何かができないんだけど、もちろん、サケとウナギとマグロとホタテとエビは何かができる。ヒントは最近、近畿大学でマグロが何とかできるようになったニュースを見たことがある。ムツワンで、ムツワンでホタテが何とかされているとかない。ヤフーニュースで見ようかな。聞こえない。あれが芝居かな。サケは、サケは、なんだ、なんだ、なんだ、サケとはい、ヒント5年はい、たぶん、はい、タクヤさん上は、卵を産んで守る生き物で、うん、下はお腹の中で育てる生き物だと思います。あ、そういう分け方多いね。でもそういう分け方するんだったら、クジラとイルカは哺乳類、でも他のは卵を産むんだよね。なんでちょっとそれの分け方じゃないんだけど、5年生で、はい、たくみさん、養殖、あ、了解です。下は養殖とか栽培、作り育てる部分ができるもの。確かに上は今のところ無理なの。よ、セルさんどうですか。シロクマは普段氷の上で生活しているのに海の中で生活してて、ウミガメの方は網にかかって動けない状態になっている。どうですか。いいと思います。なるほど。シロクマは海の、その2つ見てみましょう。じゃあ行きます。自分と予想している写真が出てくるようなところです。行きます。せーの、ドン。ないよ、ない、ない、なんかめっちゃ多い、なくなってる、ずいぶん綺麗に見える。綺麗に見えるくらい、さあ氷がない、全くなくなってますよね。もう一回言うよ。同じ場所、同じ季節、季節なんです。もう北極の様子です。さあ、ってことはサンゴだけじゃなくて、何で書くの。氷の数が減っている。なくなっている。実際に水に溶かしてみましょう。ペットボトルに水を入れ、そこに二酸化炭素を入れます。何入れて。ペットボトルの蓋を閉め、よく振ります。次第にペットボトルがへっこんでいきます。うわ、すごい。二酸化炭素が水に溶けて気化石が減る。今のはヒントです。ただ海ってどういうこと。二酸化炭素、海って何で出るの。水、水だよね。ってことは空気中に二酸化炭素がいっぱいあるんだけど、それを吸収してくれてる。お水って純水だとうがいしたり飲んだりしますよね。なんだけど、魚は普通の水で生きやすいの。魚はどんな水で生きてるの。海水だよね。だから海水は、魚が生きやすい海水っていうのはここなんです。アルカリ性なんです。で、アルカリ性の 8.1 っていうで、この 8.1 とか7とかっていうのをここに書いてあるけど pH って言ってました。 pH これってわかる。 pH8.1 とか7とかが、言い方をします。どうで
海水は今ここなんです。魚はちょうどここだったら暮らしやすいんです。逆に言うと皆さん、ね、純粋なお水でうがいするけども海水飲んだりうがしたりしたい、いいえ、どうある、そういっぱい痛くなりますよね。でも人間は7がちょうどいい、でも魚は 8.1 がちょうどいいんです、ね、なのでもしも7になったらこの魚はもう、ね、言いづらくなっちゃいます、ね、っていうのが今このアルカリ性と酸性の赤、ちょっとその様子にこの色が多いんじゃないかでしょ。はい、じゃあ青がないかも。では自分の色の出し方を今一斉さん、はい、ドン、さあ何色、黄色黄色ですよね。で、何色がたまに混ぜてる、赤、赤だよね。あれさっき何色が多かったっけ。青、青はどこ、下の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 下最後じゃ6番出してみよう。さあでも海ってこういうふうにサンゴ礁があったりたくさん魚が泳いでたりとても豊かなところなんですよね。ハイドルのいつも豊かな海って出してました。でははい顔見てください。じゃあ地球温暖化が進んでるけど、ね、どうせ海に溶けるんだからって海に任せるといていいの、ね、この CO2 は誰がいっぱい出してるの、人間だよね。じゃあ海に任せるんじゃなくて、じゃあ自分たちで今何ができるでしょうか。じゃあいけるか、おかげで。じゃあ自分たちで今じゃなくてこれからとか将来何ができるでしょうか。最後はそれも含めて振り返りをワークシートに書いてほしいなと思います、はい、さあワークシートの8番です、はい。